はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。ですね、今回はですね、またね、冬用グッズなんだけど、まあシューズにつけるタイプのやつ。前はね、こちらのシマノの、まあ足首まですっぽり入るタイプの、ブーツカバーでシューズカバーですか、を紹介しました。これね、もう今も使う、いつも使っててすごい重宝してます。これね、少し遠くというか2、30キロ以上乗るときとか、まあ10キロでもいいのかな、ちょっと遠くに行くとき、すっげー寒いときとかすごい便利です。でね、ただね、これだと履くのにね、やっぱり大変なんですよ。止めてからギュ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 って入れたりとか、足首のところに入れてずっとジッパーしてっていうので、まあ何分かかかっちゃう。で、まあ何分、2、3分、4分、まあラーメンができるぐらいは時間かかるかな、それぐらいかかっちゃうんで、まあちょっとめんどくさいなと思うことがよくあるんですよ。だからもう近場行くときはもうこんなしないだったんですけど、今回ね、ちょっともっと簡単なの、これ、こういうの買いました。本当にもう、これもう何回か使ったんですけど、ここまで入るだけなんで、ちょっといつも使ってるシューズ、これ同じ、両方とも40のサイズなんですけど、こうシマノのやつと、これはなんていうのかな、ちょっとよくメーカーの分かんない安いやつです。はい、のこの2つ使ってるんですけど、まあ両方ね、SPDSL つけて走ってますまあ安いやつって言ってもこっちのシマノのやつ2000円で買ってるんですけどね、これはサイクルトレンド名古屋っていうところで2000円で購入してます。まあこれはお買い得品です。もともと定価は12,000〜13,000円するやつです。で、こちらはね、売ってる値段が5,000〜6,000円ぐらいのやつなんですけど、まあそれはいいとして、こちらです。これ980円です。Amazon で買えます。で、このシューズカバー、ここしますね。ちょっと下向けます。はい。こうして、まあ履いてないとちょっと入れづらいかもしれないんですけど、まあけどね、そんなにめんどくさくないんで、これ。履いてなくてもスースッと履いていきます。こんな感じもう入りました。これで終わりもうこれで終わりだから、もう出かけに、これ今1分かかりませんでしたよね、20秒ぐらい、それぐらいで片方履けちゃう。でもう両方パパッと履いていっちゃうし、でね、もう一ついいのはこれね、ちょっとここめくったらバックル外せるんですよ。バックルっていうか、シューズ止め。これの場合はマジックテープですけど、よくクリクリってやつとかいろんなのあると思いますけど、これ外せちゃうんで、もうこれで脱げちゃう。で、次履くときもこのまま履けちゃう。なんで、もうはめっぱなしで OK みたいな。ただちょっと気になるのは、ここのところね、よく硬い材質になってるのが多いんですけど、こいつの場合はここが、硬い材質じゃないです。普通にこれウェットスーツの生地なんですけどのままです。だからここね、破れる可能性はあります。なんでまあね、ウェットスーツの生地だったら上から縫えるんで、なんか、ちょっと硬い生地のものとか、例えばね、ジーンズとかそういった生地をここに貼り付けるっていうのもあるかもしれないです。もちろん接着剤で貼ってもいいと思いますよ。なんかちょっと硬い生地のものを買ってきて、まあそんな感じでちょっとまあ加工しようかなっていう気はしてますけどね。数回乗ってちょっとあとがね、ポコポコってついてるんで、まあ多分まあ危険信号的な感じはしなくもないんで、つけようかなと思ってます。こんな感じのものです。これでね、実際もう走ってきたんですけど、寒くないです。全然大丈夫。これでね、ちょっと履いてみましょうか。ちょっとね、大変申し訳ないですけど、ここでやっちゃいます。
ちょっと怒られそうですけど、ほらこんな感じでね、さっさっさっとで、ここめくって入って、もうこれで履けちゃいました。はいね、これでもう履けちゃいました。こんな机の上でやったら普通怒られますけど、もちろん後で雑巾掛けしておきますはい、そんな感じです。じゃあ同じようにね、こっちのシマノのタイプでもできるのかなと思いますよね。まずじゃあ通常通りというかシマノのこのタイプ履いて、さその後にこれはめてみます。はい、はまりました。はい、これでね、でやっぱり走ってる時に途中でサイズちょっと変えたいなって、これはねできるんですよね。ここまでだから、ここちょっと締めすぎた時ってあるじゃないですか。で走ってたら途中でしびれてきたとかありますよね。もしくは緩すぎて、あ、もうちょっときつくしときゃよかったなとか。だけど長いタイプのこっちのタイプ履いてると変えらんないんですよ。後ろジッパー開けてギューってやって手伸ばしてやれるかっていうぐらいの感じです。はい、まあけどね、あのくるくるって回すタイプのやつだと上からできるよっていうやつも売ってたりとかしますけど、これの場合こんな感じでここの調整がね、バックルの調整がいつでもできる。でまあもう終わりましたけど、しょっちゅう乗る人だったらこれ脱ぐのめんどくさいよ、もうこのまま外して脱いじゃえって、まあこんな感じ。はい、いかがです？楽でしょこれだとね。だから特にこっちのこっちのシューズのタイプだと、もうこの辺もね全部メッシュになってるんで完全夏用なんですよ。もうここなんか中からこう覗くと外が見えるぐらいメッシュになってます。だから このタイプの場合はちょっと合わないと思いますね。結局横とか空いちゃってるんで。だけどこっちのシマノのタイプ、まあこれもね結構メッシュの部分多いんですけど、メッシュの少ないタイプのやつってよくあるし、そういうタイプのやつ、まあけどね一番寒くなるのつま先なんで、こんな感じでつま先が隠れてくれるだけでだいぶ違うと思います。もう先ほど走ってこれで走ってきたんですけど全然違いますあのね、まあ当然これ全然違うんですけど、これね本当にもうスケスケなんですよ全部。この並べてみると分かります、ここもうスケスケ、もう風思いっきり入ってきます。もう夏は最高ですこういうの。もうサンダル履いて走ってるぐらいよく風が通るみたいな感じでいいんですけど、さすがにねシューズたくさん持つのもまあ結構値段も高いし、場所も取るんで、まあ、自転車ごとは取らないけど、下駄箱いっぱいになっちゃうんで、こういう感じにして、走れば、あったかい、十分あったかいと思います。はい、で激寒で長距離っていうとこれだとちょっと辛いんで、その時はねもう長いタイプのやつを使ってください。まあそんな感じで使い分けたらいいんじゃないでしょうか。こういうふうにね、非常に使えると思います。本当にこうねちょっと撮影してこようかなと、ぐるっと回ってくるだけで撮影するしてね、5キロ10キロぐらい走るぐらいで撮影したりとかしてですと、ささっと出てささっと帰ってきて、またもう一回なんか取りに行ったりとかね、まあいろいろね行ったり来たり、もう小回りが効くというかね、そんな感じで動きたい時はおすすめです。ご近所ね買い物に、まあクリート履いてご近所買い物行く人がいるかどうか分かんないですけど、そういう時にはいいんじゃないですかね、はい、まあそういう人いると思うし、通勤通学の時とかでもいいですよね。僕の場合は通勤通学はちょっと1時間以上自転車で走るんで、
30キロぐらい走りますから、ちょっとこれでは多分ダメです、冬はね。けどいいと思いますよ。はい、そんな感じで、今回はこちらの、シューズカバー、ハーフシューズカバーとでも言っておきましょうか、まあこちらを、ご紹介いたしました。いつも使ってて、もう非常に使いやすいよってことで、ぜひ、おすすめなんじゃないかなと思います。はい、あとですね、こちらのねカバーなんですけど、まあ、他にもね、なんかこんな袋が入ってたんで、ちょっと見てみましょうか。これカバーを入れる袋なんかな、あ、違うかな、カバーを入れる袋にしてはでかいですね。これシューズ入るな、ん、シューズ入れるにはちょっとちっちゃい なんだこの入れ物は、というような、こんなぐらいの大きさの入れ物が入って一緒に入ってたんですけど、ん、ね、これこのカバー入れるだけにしてはでかいですよね。だけどシューズ2つは1個しか足りない。これ使い道わかんないな。まあとりあえずなんか使ってよっていうことで袋が入ってるのかな、ちょっとよくわかりませんけど、これだってね、シューズとても2個入んないもん、これほらおかしいよこれ、あれ、まあいいや、まあなんかお土産程度かな、おまけなのかな、これ書いてあったかな、サイトに、あ、なんか書いてある、袋付きってポーチ付きセットって書いてあるけど、よくわかりませんね、このポーチ。一応ポーチ付きセットっていう風になってますけど、このポーチどうやって使おう。はい、じゃあそんな感じで、まあ自転車のね用品でも入れてどっかにしまってこうかなっていう感じでしょうかね。はい、そんな感じで使おうと思います。あ、これ入れてもいいかもね、シーズンオフになった時に、これ全部、このいくつか持ってるんでね、これを全部ここにまとめてシーズンオフものこうやって全部入れて、でどっかに取っとくといいかもしれないですね。この下駄箱の隅とかにこう入れといて、あ、それそういう使い方しましょう。うん、だったら、うん、使い道はありました。はいはい、今回の動画、参考になったよっていう方、ぜひグッドマーク、良かったよっていう方もグッドマーク、面白かったよっていう方もグッドマーク、ぜひよろしくお願いします。あとですね、チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。